Thank you.
はい、皆様こんばんは。なんかほとんど身内ライブみたいになってて、ありがとうございます。いつも来てくださる方、今日もね、何人かの方ね、お声掛けしていきます行きますっておっしゃってくださった方もいたんですが、何せねこういう状況なので、ちょっと体調がって言ってね、ご遠慮いただいたというか、そういう方も いますし、そんな中集まってくださった方本当にありがとうございます。今日ちょっとね、自分なりにセットリスト考えてたんですけど、いつも聞いてくださる方がねほとんどですので、直前ですが内容もいろいろ変えながらやっていこうかなと思っております。はい、1曲目はですね、A Little Flower という曲をお聴きいただきました。この曲は私のオリジナルなんですけど、今日は全曲オリジナルでお届けしたいと思いますので、ネットに上げていただいても著作権引っかかんないですからね動画とかご自由に上げてください。はい、ということでですね、A Little Flower という曲なんですが、本当にね、単純なドミソドファラシレソみたいな和音だけで作ってる曲なんですけど、野に咲く小さな花というかね、私たち一人一人が、人生の中でこう、名もなき人たちっていう曲もね作ったんだけど、自分がねどれだけちっぽけな存在であるかっていうことをこう考えつつ、そんな中でもね誇り高く生きていきましょうというメッセージを込めて、意外と大げさのメッセージを込めて作った曲です。ちょっとねリアレンジというか、こんなアレンジで聞いたことないよって思ってると思うんですけど、ゆっくりめにね弾いてみたりしました。またこれからもね、こういうシンプルな曲はどんどん変化をしていくものですので、今後ねどんな風になっていくかまた楽しみにしててくださいはい、ということですね、今日のライブなんですけど、全曲オリジナルなんですが、私最近ねこの夏ぐらいから歌作ってるんですよ二十数年ぶりにね、歌を書くことが楽しくなっちゃって、今現在3曲目まで完成してるんですけど、今日はちょっとね歌なんかも歌いながら、ライブをさせていただこうと思って、私いつも MC マイクここの方持ってきて喋るんですけど、初めてなのにこれすごい緊張してます。さっきみたいなこうやってくるとかいう事件、私も本当にここでハーハーしながら見てたんですけど、それが起きたらすぐ助けを呼びますのでよろしくお願いしますでは、2曲目ですね、はい、どうしようかなインナーチャイルドという曲を演奏いたします。Thank you.
ことはもう結構ね、世の中にの定着しつつあるかなと思うんですが、ご存知ですか？自分の中にいるね、小さな頃の自分というか、心にたくさんね、傷を負って、みんな大きくなってきてるじゃないですか。ね、あの時お母さんにアンポンタンって言われたとかね、意外とね、こうお腹の底に残ってたりするんですよね。私もね、そういう感じでもう半世紀ぐらい生きてきちゃってるわけですけど、やっぱりね、未だになんかその小さい頃とかね、まあ、小さい頃だけじゃないよね、こんだけおばさんになってくるとね、若い頃にね、こういうことで傷ついたなとかさ、そういうのをこう吹き出してくること未だにいっぱいありますけどね、そういうことがさ、きちんときちんとこう自分の中で解消してないとね、どん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 なんかそれに付随して問題が起きてくるんだなって本当に最近ね、痛いほどよく分かっていて、でも幸いね、私の周りには本当に何て言うの、本当の意味がそれ良くないよって言ってくれる人もいっぱいいるしね、助けられて今本当に幸せに生活してます。何の話だはい、ということでね、この間ね、私の母のお墓参りに行ったんですよ。実は、昨日がね、母の命日だったんですね。死んでからね、5年も経ったんだなっていう感じ、あっという間の5年間だったんですが、この間ね、お墓に行った時にね、初めてなんか私ね、母の声を聞いた気がしたんです。その時も私すごく落ち込んでてね、で、まあ、お墓に行ったら、お母さんがなんかメッセージくれるよってお友達に言われて、で、行ったんですよ。そしたらね、もう帰ろうかなと思った時にね、こう母の声が聞こえたような気がしたのね。で、それで母は何て言ってたかっていうと、いつでもね、今でもいつでもどこでも聞いてるよって、私のピアノを必ずいたんですよ、このライブ会場にね。うちの母親はここであろうが遠くであろうがね、必ず来てくれたんですが、その母がやっぱり死んだ後ね、私ライブに対してもすごいモチベーション下がっちゃったりとかねしてたんだけど、そのお墓でいつでもね、どこでも今でも聞いてるよっていう声が聞こえた気がしまして、とっても残念な気持ちになりました。死人からはお金取れないと思ってまあそんな冗談ですけど、まあそういうこともあってね、あのことを思いながらの選曲も今日はちょっとありますが、次ね、2曲続けて演奏しますね。1曲目はちょっとお蔵入りしか消えてた曲なんですが、レイトサマー日暮らしの泣く頃という曲を作ってたんです。実は何年か前にね、日暮らしの泣き声を聞きながらそれをメロディーにした曲。そしてもう1曲は母が死ぬ間際にね、私がこの母親死んじゃったらどこ行っちゃうのかなと思いながら書いた、いつか帰る星っていう曲を2曲続けて演奏します。Thank you.
私もしかして歌下手なんじゃないっていうことにね
封印してあのピアノをやってきたんですが、もうほら人生ね長くないから、あの好きなことをやった方がいいなと思ったからね、あのその頃のこととかも思い出しながら、最近はちょっとあのポエマーに、ね、なってみたりね、ちょっとあのおせんじな詩を作って歌をね書いたりなんかしてますが、あのでもやっぱりねその10代の頃とかね、20代の頃とか書いてた歌と違ってやっぱりより深いというかね、大人のラブソングですよそのねちょっと作ってます。今3曲出来上がっててね、1曲はもうすでに YouTube とかでねあの聴きいただいてる方もいると思うんですが、で2曲目はね今日あげました。今日新月だからね、あのヒットしますように、お金になりますように、そればっかり言ってるあのね今日ねあの新月なのでより多くの方に聴いてもらえるようにと思って、まあ、お金のことは冗談ね、あのそういう意味で今日はアップしました。で、今日はね1曲目に作りました曲をまず歌いますね。あのでこれはね、あのあなたの奏でる愛が降り積もるっていう曲なんですけど、あの音楽ですね、あの奏でる愛っていうのはね、音楽が愛なんだっていうかな、まあ、そういうようなことも含まれています。で、あのそれとですね、ちょっと2曲続けて演奏したいなと思ってるんですが、あの歌を歌って、もう1曲最近っていうかね、本当出来上がったの昨日ぐらいちゃんと書いたんだよね、楽譜をね。それに、ね、星空散歩という曲を書きました。あの私ね、夜外へ歩きに行くんですけど、まあその時にね、いろんなこと考えながらこうメロディーが浮かんできたものなんですが、こちらは、ピアノだけです、歌はないです、はい、だけどちょっと歌も作っちゃおうかなっていう感じになってます。ねえねえ、これさ、マイク下がってない、ない、大丈夫、下がってる様子はないですねじゃあこのまま歌いますね。あのじゃあ、あなたの奏でる愛が降り積もるという曲と、星空散歩、2曲続けて聴いてください。
満天の星空、雨のように降り出しそうな星、その光の一つ一つがメロディーのように私を包む。Thank you.
そう、今日ね、緊張しますね。あの歌で練習してるんだけどね、あのだいぶ上手になりました。でも最初の頃ね、幽霊が歌ってみたり、ふみふみふみって音程が保てなくてね、大変だったんですけど、最近ね、ちょっと腹筋ついてきたかな。あのバイクも乗ってるからさ、筋力がね、結構ついてきましたよ。はい、はい、でね、夜ね、私本当多いとね10キロぐらい歩くの、2時間ぐらいかけてすごい歩くのなんだけど、やっぱその時間でね、私今本当なくてはならない時間になってて、なんかすごく豊かな時間でね、とってもいろんなこと考えるしね、曲もこうやって浮かんできたりするし、ただね、ちょっと寝不足になるっていうそこだけはね、なんとかもうちょっと早い時間から言ったらいいのかなとかね、いろいろ悩ましいところではあるんですが、そういう豊かな時間をね作ってっていうか、それを許してくれる家族にも感謝です。ありがとうございます。もう一曲歌おうかなと思ってるんですが、マイクがこっちに来てません。ここ閉めればいいんだよね。あ、大丈夫だ。もうちょっとこれ上に上げていいですか。おいしょ。これで大丈夫かな。上がった？なりました？上がった。じゃあこれでですね、3曲ね、今歌を作って、実はその2曲目を今日アップしましたっていうあれなんですけど、 YouTube ね、後で聴いてみてください。で、2曲目はね、なぜという曲なんですが、3曲目、あの日の空というね、空ね、結構好きなんですよ、私昔から、若い時からね、空の絵を描いたり、今はもうスマホがあるからね、空の写真を撮るのがすごい好きですけど、それでね、星空散歩っていう曲作ったりとか、これはあの日の空というね、タイトルの曲です。ちょっと今日歌う予定してなかったから、ミスしちゃうかもですけど、ご愛嬌で聴いてください。なかなか壮大なバラードになってます。はい、ではyou
で出会って別れちゃいましたみたいなね感じですけど、いい曲でしょ、すごくね、あの大好きな曲です。自分で作ったんですが、マイク下がってきた、やっぱりマイク使いをね上手になるように頑張ろうと。はい、では、最後の曲をお送りいたします。ですね、ちょっと一つお知らせなんですが、まだだいぶ先ですが、12月19日日曜日になります。あのお昼にですね、千葉市障害学習センターホールという300人規模のね、あの小さなホールですが、あのそちらでね、フルートの長谷部ひとみさんという方とデュオコンサートをあの開催させていただくことになりました。あの今もうね、フライヤーとチケットと私の手元にありますので、もう行きますっていう方はあのチケットあのあります、今日も持ってますので、あのお声掛けください。そちらでですね、あの私が先に発売させていただいたあの海天というね CD アルバムがあるんですが、あのそれをフルートとピアノのデュオにリメイクしまして、あの組曲として演奏させていただくというチャンスをねいただいたんです。なので、今日のラストの曲は、その海天の中からね、一番最後の曲、海、ローマ字で UMI と書いて、海という曲を最後に聴いていただいて、おしまいにしたいと思います。本日はあの私の初めてです、本当にね、初めて歌を歌いましたのライブでその初ステージにあのお付き合いいただいて本当に感謝しております。ありがとうございます。では海を聴いてください。Thank you.